前らここで何してんだい。今日は泳がないのかい。うちのパパもう冒険家やめるんだって。そうなんだ。おじいちゃんの会社を継ぐんだよ。干物屋。日本で一番大きいガチの干物の会社だよ。ガチ御曹司じゃん。この辺りの海には宝物はないだろうって。よかったというわけでパパの代わりに私が冒険家になるんだマジで、冒険家になるのは過去の方だよ。じゃあ宿題を7個やって決めるか。二人ともなればいいじゃん。二人とも無理だよ厳しいな。二人ともなればいいじゃない。あなたって本当にひどい人ねなんでな。それにしても私たちって気が合うね。うん、なんかわからないけど解決したのか。私の一番の思い出は、僕くんとデートしたこと。嬉しい。過去の一番の思い出は二人のデートを覗き見したこと楽しかったよ。ありがとう。こちらこそ。こちらこそ楽しかったよ。こんなに楽しい夏休みの宿題は生まれて初めてだ。チョコとかこうさよならさよなら元気でね。あーお別れなのか。いつまでも仲良く喧嘩しな。さよなら君たちに名前をつけた謎謎姉妹ってどうだろうみたいな。僕の夏休み2謎謎姉妹と沈没船の秘密だぞ。それにしても私たちって本当に違うよね。仲良しだからなこいつら。なんだかんだ、お姉ちゃん大好きかわいい。え、めっちゃかわいいんだけどえ、それにしても何今の。カコちゃんとデートすればよかったわ。本当に気が合うよね。うん、お姉ちゃん大好きリピート再生したくなる。シャワー浴びてと。一日ね遊んだからね。よし、さあ公園にサイモンがいるのかな。公園行けつはですよね。あれ、渚さんいなくないか。そういえば一回、あ、船頭さんいるかな。あ、いたわ。よう、今晩みんなで港に集まってパーティーするんだって。おう、俺も誘われてるんだけど、うん、ちょっと野暮用があって無理だね。なんでなん、来てよ。うん、残念残念。本当かこいつ。こいつ全員集合見たいだけじゃねえのか。録画しろ録画。じゃあこれでお別れ。今のでお別れ。マジかよ船頭さん。ここでサイモンが仕事してるの見るのこれが最後だね。そうだね。今ユーフィーがウィンクしてるから。ウィンクしてんの。ちょっと静かにしてね。巻いてきてよ。ほら、またウィンクした。なんだウィンクって夕日撮りすぎてもう夕日の表情がわかるようになってる。あ、いない、いないね。ネギサさん、ブランコかな。ブランコに乗っているのかい。あ、じいちゃん、何してんのこんなとこで。あれ、おじいちゃんこんなところで何をしてるの。いや、うん、宵の明星を探していたのじゃが、うん、はて、星どっちの方角だったじゃろうか。あいつらは二人で、夜はここにいちゃダメだよ、うん、じいちゃん。そろそろ強い風が吹くと寒いの。あいつらの邪魔になっちゃうからな。寒いか、うん、もう秋が近づいてきているな。いない、いないわ。渚さん今日いないのかしら。おい、いって、今のケツ痛えぞ。だいぶ滑り台はどうだい。きたー久しぶりに見せていただきましたね。これよ。君野さんはもう帰っちゃったのかな。
んな感じがしましたね。船頭さんお別れなの？寂しいんだけど船頭さん。来てくれよ。なんでだよ。来てくれたっていいじゃないか。ほい。ちょっと釣りしよっかな。おじさんニュー、おじさんだ。水族館で人気のやつだ。やった、ここに来て新しいの釣れたな。あー、いない。君野さんもういないんだな。帰っちゃったのか。あー、この沈没船も最初見つけた時マジでビビったな。あ、クラゲさんだ。わーい。触ると怒られるけど、渚さんに。重っくそつかんだけど、わしづかみにしたけど今。あ、こんなところにヤドカリ。やった。ここもな、まあ、いつか通るんだろうと思ってたけど、この音好き。うん。大人になって取りに来れんのかね、金塊。帰らなきゃ。寂しいな。終わっちゃうよ今日が。ここ夕方の景色超いいな。すげえ綺麗。最近あんまり通らなくなったけど、ここもいいね。え、こいつなんか綺麗な色してないか。薩摩錦、レア虫なんだが。やったニューって全然出てなかったな。やったぜ。へへ、こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ、帰るぜ。まあなんか最後に突然レア虫取れた。よかったな。あのさ、何？どうした？父ちゃん本当は大工に戻りたいんだろ？あ、そうだよ。戻れるなら戻りて、それが本音だ。当初教師は治ったしな。それができるかどうかは話が別だぜ。どういうこと？もういい歳だってことで諦めてるんじゃねえんだ。駆け出しの奴よりは動ける自信があるし。でも給金も最初は連中と同じになっちゃうだろうから、ここを辞めたらさすがに食べていけなくなるだろう。じゃあ父ちゃん、この民宿を俺にくれよ。え？たけし。ねえたけし、それどういうこと？お前教師は？俺が高校を出るまであと7年だけここを続けてくれよ。あとは父ちゃんが大工をやろうがなんだろうが関係ねえよ。お前継ぐのか？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。たけし、男見したの今。お姉ちゃん。あ、よしこ姉ちゃん。なんでここにいるの？みんなでお別れ会するよ。やったー。とにかく浜辺に集合してね。お別れ会だ。おじさん、おばさん、私ずっと騙しててごめんなさい。いいって。たけし、教師辞めて継ぐのか。今年の夏楽しかったね。楽しかった。そうだね。俺さ、大人になってから今年の夏のこと、絶対思い出しそうな気がするんだよね。
俺も。うん、僕も絶対そうだよね。ねえ、たけし兄ちゃん。ん？なんだ？いろいろとありがとう。え？よせよ、礼なんていらねえよ。まあ、あっちに帰っても元気でな。ザリガニのことは、不祥根に持つけど。私たちは無言で握手をした。さてと、みんな横の浜辺に行ってるみたいだから、俺も先に行ってるよ。男と男の友情だな。僕くん、大切にしろ。たけしの重大発表、父ちゃんこの茜を俺にくれ。なるほどね、おじちゃんが大工に戻れるようにたけしは言ったに違いない。そうだろうね。まあ自分も茜あの民宿の仕事嫌いじゃないっつったしな。僕とたけしが握手した。本当にいろいろありがとう。握った手と手が温かい。今年の夏の思い出はきっとずっと忘れない。たけし、お前のこともだ。あとザリガニのこともだ。たけし、聞いてるか？ザリガニのこともだ。じゃあ、海辺、海岸に行けばいいのかな。さあ、お別れ会だ。やったー。楽しみ、お別れかい。カリッ、やった。ラスト、カリッ、やった。よし、おー、やってるかいみんな。あんまり盛り上がってないように見えるけど、どうだい調子は、おばちゃん。いやー、それにしても楽しかったな。楽しかったね。ねえおばちゃん、僕いい子だった？いい子だったよね、うん、とってもいい子でした、うん、おばちゃん、僕くんが本当にこのうちの子になってもいいよ。なっちゃおうかな。僕もおばちゃんがなっちゃおうかなと言いかけて、なんだか自分の母親に悪いような気がして。僕くんはいい子だな。どうしたの？あら、僕くん、 あなたってやっぱり優しい子ね。分かってくれてる、おばちゃん。自分のお母さんに気を使ったんでしょう。この僕くんマジでいい子だよな。今日の晩ご飯は栄養満点のシーフードカレーと、嬉しい、俺の希望通りのシーフードカレーで、アジの唐揚げでした。僕くん正解、やったね。やった。カレーが食べたいとこの夏言い続けたからな。俺はまさか肩叩き今日の晩助かりないか、しげる。お前のことも忘れんぞ、ね、俺は。でも父ちゃんさ、うん、もう結構年だし、7年後って相当年だな。本当にダクさんに戻れるのかな。そん時はそん時で、でも俺が食わしてやるのさ。頼りになるな、たけし。そうそう、ね、俺がここの主人になったら、うん、まず真っ先に僕ちゃんを招待してやるぜ。やった、泊まりに来るから、絶対来るから。たけし、もう帰っちゃうんだね。うん、寂しいよ。二人で一緒に都会に戻っても私たちのこと忘れないでね。忘れないよ。うん、ねえ、二人はいつから仲良しになったの？うん。ね、二人とも生まれる前からいろんな色の糸でつながっていたんだよ。運命感じちゃった。おいおい、つまりこういう運命だったのさ。運命って？うん、頑張ってご褒美をもらえた時だけ信じればいいものだよ。あとは失敗を神様のせいにしたい時もね。いい考え方を教えてもらった。運命のいろんな色の糸、サイモンと渚は生まれる前から繋がってたよ。絡まった運命の糸、一つ一つほどいていけばきっと誰かに繋がるようだって。ほどかなきゃ、ほどかなきゃ、早く来いよ、約束だ。来るよ。来年も来るの？来てやるよ、待っとけよ、サイモン。来いよ、約束だ。だってサイモン結婚しちゃったのに。ここはもう結構しばらくいるのかな、まだこれ。家建てちまえよ。来るぜ、必ず。あ、つみれちゃんもいる。
なんか珍しい感じしないか、みんなと一緒にいるの。私さ、東京から帰ってきてすぐに思ったんだけど、以前より道も空もずいぶん広く感じられるんだよね。そうなんだ。田舎は空も道も広い、ね、こんなことが愛おしく感じられるなんてさ。マジで空気違うからな。なんだか私は永久に本当の都会っ子にはなれないのかもね。電車とかで帰って地元の駅に降り立った瞬間に、あ、全然空気違うって感じがするもんな。ああ、東京に戻りたくないな。すみれちゃん、この町にこんなにたくさん人がいるの初めて見たよ。お前が部屋にこもってるからだろ。そうそう、ずっと書いてた小説がやっと完成したんだ。マジ？これまだ発売前だけどあげるね。俺が最初の読者になるって約束したからな。あ、ありがとう。やった。こちらこそ。おめでとう。頑張ったね、30日間。いずれまたここに遊びにおいで。来るよ。その時まで私がここにいるかどうかはわからないけどね。いつもここに住んじゃえよ。わかったよ。おいおい、大作家と友達になっちゃったよ。つみれちゃんから本もらったよ。パンダだ、パンダ。一番嬉しいプレゼント。つみれちゃんこんなに太ってないはずだ。全然似てない表紙だな。誰ね、つみれちゃん。さーてと、うわ、まためちゃくちゃになりそう。次はそんなもの書いたら SF でも書こっかな。わけわかんねえタイトルになるだろうな。やった、本もらった、嬉しい。つみれちゃんからもらった本、パンダが主人公なんだ。黒と白の大冒険って書いてある。いいね。ちょっとひかりちゃんに話そう。ねえひかりちゃん。ねえ、あんたんちって弟が生まれたし、うん、働き者の女の子が家にいたら何かと便利じゃない。もう嫁ぎに来るつもりじゃん、なんなら。ひかりちゃん、どういうこと。え、嫁に来るかい、うちの。ひかりがなんか企んでるぞ。働き者の女の子がいたらってどういうこと。ひかりが僕の家にやってきて僕の新しいお母さんになるのかな。そうかもしれない。お母さんになってください。でも2学期の途中で学校が変わると、ちょっと面倒なのよね。本格的に企ててる。マジでもう学校を変える気でいるの。なんだ。なんかじいちゃんとか、あとお兄ちゃんも来てねえな。これこっち行けんの？行けるじゃん。パーティーをガン見してる男。え？おじいちゃん。じいちゃん。星探してるったら寝ちゃったんだけど、じいちゃん。そうだそうだ、忘れちゃいけないよ。あいつも大切なこの文の町の仲間の一人だ。いけるかな。いけるね。なあ、健坊、毎日毎日挨拶したんだからな。うん、健坊、おやすみ。寂しい。元気でな、健坊。いや、犬ドック。じゃあな。ああ、寂しいな。また来年とかに来た時に覚えててくれるかな。でも犬って覚えてるからな、そういうの。キャッキャしてくれるからな。あれ、な、今日ぐらい我慢しろ、寝るの。でも好きだな。お兄ちゃんは来ないのかな。あと誰かいた。まあ、おかみじじいとかさすがに来ねえだろ。よしかね、じゃあ帰ってきてくれてありがとな。最後に会えて嬉しいよ。
夏休み最後のスペシャルパーティーへようこそ。ヨシカちゃんがこれ開催してくれたんかな。なんだか寂しすぎるパーティーだね。そんなことないよ。やっぱそう思う。みんな来てくれたじゃん。夏ももう抜け殻だけだもんね。あのさ、私明日は見送りに行かないよ。なんで？なんで？だって寂しいじゃない。そうだね。まあな。じゃあここでお別れだ。ごめん。せっかく電話もらったのに遅れちゃって。そうだよ、よお兄ちゃん。何してたの？ちょっと手が離せなくてね。へえ。またロケット自体だろ？ねえ、私明日の今頃さ、もうこの町にいないんだよ。なんだか信じらんない。じゃあ帰らなきゃいいじゃない。それができれば苦労はしません。というわけで、こうやって君と話すのもしばらくお預けってわけ。寂しいな。悲しいね。うん、かなり悲しい。でもしょうがないので、ある。でもやっと仲良くなれたし、ね、これから気軽に帰ってきて。あっちに帰ったらとりあえずすぐに手紙を書くよ。うん、ありがとう。まあでもなんだかんだで忙しくて遅くなっちゃうかもしれないけどね。じゃあ首を長くして待ってるよ。ねえ、そういえば僕、子供の頃の大切な別れの言葉、思い出せなくて困ってたんだけど。思い出した？もしかして昨日やっと思い出したんだ。え、何？特別な言葉なんかじゃなかった。だからやすこちゃん呆れちゃうかもしれないけど。え、なんだろう。やすこちゃん、いつも夕方家に帰るとき、また明日ほらって言ってくれたんだ。ほらあの言葉、僕がいつもどんなに嬉しかったことか。ほらほらほら、また明日だよ。あれ、どうしたの？また明日。本当に呆れちゃった？なんでもない。泣いちゃった。やすこ姉ちゃん、明日は会えないかもしれないけどさ、これからまたいつだって会えるだろう。さてと、お姉さんが何か歌ってあげようか。さっきので。え、お姉ちゃん歌えるんだ。ついに。あら、失礼しちゃうわね。歌ってくれないって。私はガキンチョに聞かせる歌は持ってないの。でもちょっとだけ大人になったから。だから君がこの夏少しでも大人になったら、うん、歌ってあげようと思ってたんだ。嬉しい。見ろよこの俺の肌の色。僕大人になったの？イケイケだぞお前。うん、めちゃくちゃ大人だぞ。せいぜい1ヶ月分だけどね。学士。嘘嘘、見違えるほどにたくましくなったよ。嬉しい。あーあああ。え、歌ってくれんのかな。うわ、匂いが、うわ、眩しい通りに雨に疲れた人が行き交う雨上がりの街に風が吹いて。なんだっけこれ。ハッピーエンドじゃない？ハッピーエンドや。流れる人波を。ハッピーエンドってそうか、こんなに古いのか。僕は見てる、僕は見てる。パチ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 。ねえ、それなんて人の歌なの？え？ハッピーエンド。あ、ほんと、それだ、それそれ。なんて曲だっけこれ。ハッピーエンドの曲を最後に歌って。ハッピーエンドってか。やるじゃん、よっしゃじゃん。みんなでお別れパーティーだ。この日をきっと忘れない。夏休みの最後の夜にみんな仲良く集まってギターを弾いて歌ったよ。うん、この日をきっと忘れない。ええ、やだやだ。なんでまだ寝たくないのに。終わりなのか。
あー、終わったいやでもハッピーエンドって言ってたからまさしくハッピーエンドだよ。よーし、でもまだ明日があるよ。だからみんなまた明日遊ぼうぜ。バイバイ、おやすみ。8月30日木曜、天気曇り。海で遊べるのも今日が最終日だから、一歩一歩噛み締めながら思い出の場所をたどった。毎朝ホースで浴びる水も、夕方聞こえてくるギターも、おばちゃんの作るシーフードカレーも、これで最後か。そう考えると胸が苦しくなるけど、今日はヨシカちゃんが戻ってきてくれたからちょっと元気出た。しかも夜には浜辺でパーティーを開いてくれて、町のみんなも参加してくれた。ヨシカちゃんの歌を聴きながらこの夏のことを振り返る。最初はいただきますも言えなかった僕くんだけど、少しは大人になれたよね。だからきっとハッピーエンド。でもそれは今日じゃない。そうだよね、安子姉ちゃん、8月は31日まであるんだよ。だから昔みたいに笑顔で言ってよ。また明日、最後の一瞬まで夏を楽しもう。お別れを言うその時まで、俺たちの夏を。